さあやってままいりました本動画はあの前回に続きまして日本入国の今後のレギュレーションに関して皆さんが気になるところに踏み込んでいくということでやっていきます。国際カップルの皆さんであったりあと親族であったり知人の訪問これはですね、まあ、親族の場合は一親と2親等だとか、ね、近しい方はまだ短期ビザ発行できますけど、まあ、そうでない方は。 あの外国籍の方ですよね、今、日本に入国ができないという状況がもうかれこれね、こう2年以上続いているわけですよね。で、こちらがようやくね、6月になって開いていくのかどうか、非常にね、気になるところの中で、まあ、前回の動画でも触れましたけども、日本政府の動きというのがですね、まあ、なかなかあのはっきりとしないというですね、あのもやもやした状況かと。 思います、えー、というわけでして今日はですね、あのーまあ、6月から入国2万人にねこれアップしていくとなると、まあ、そこでね、えー、と実は余裕が出てくるんじゃないかみたいなねあの結構そのおと深い議論をあの今日はねご紹介をしていきたいと思います。皆さんのの影響に直結する判断が今現在ねあの日本政府の中で 行われていいるあのの今その中かと思います5月17日に実はね、あの重要なやりとりがありましたあの。参議院の中の外交防衛委員会というところでですね、あの非常に重要なやりとりがありましたので、そちらのあのご紹介をしていきます。えー、と今日の動画は あのー、まあ、このね、入国上限2万人の意味するところを6月にアップ、ね、していくこちらの、えっ、ー、と、内容に関してですね、このお二方の質疑に関して、あの、皆さんに、えー、ざっくりなお伝えをしていきたいと思います。で、あのー、僕らだとか、まあ、皆さん自身がですねこ、この件で悩まれてる人が特に、あの、本チャンネル多いかと思いますので、そういった方々が、まあ、今のね、不安な、あの、気持ちになってしまうような政治状況の中で、 ネククストアクションをどうしていけばいいけばのかですよねこちらについても動画の最後の方であのご紹介をしていきたいと思いますのであの今日はねこんな感じで、えー、と今日本政府の中で一体何が起きているのか 報道されれてていないいいいななここととになりまますすからこれをやっていきたいと思いますあの公明党の高橋光男参議院議員ですね。こちらの高橋氏があの質疑をされたということです。で、それの回答ですね。答弁をされているのが自民党磯崎内閣官房副長官ということになります。磯崎氏がですね、あまあ、いわゆるこの内閣の中で、 あーね、この水際対策のレギュレーション、まあ、最終的な決定をですねそこで下して、あのー、外務省厚生労働省だと,、まあ、あと法務省だとかがねそれぞれの,あのレギュレーションで動いていく策定をしていくということになろうかと思いますなのであの今この瞬間がねこういった答弁を受けてですね日本の入国ルールがまさに6月からのものが決まろうとしているということでございます。でこのポイントなんですけども この入国上限数2万人におそらくね、まあ1万人か2万人に引き上げられるだろうということなんですけども、こちらに関する質疑になります。えっと、ざっくりね、かいつマンでご紹介をしていきます。まず高橋議員が、あの、質問はですね、もう最初からぶっこんできてますね。国際カップルの外国人パートナーの入国緩和を求めるというですね、あの、直球で質疑が始まったわけです。あの、まあこのタイトルでね、ちゃんとその国会議員さんが、 あの公の場であの質疑を、ね、してくれるケースって、まあ、そんな そんんななに多くないと思うんですよね今どうしても観光入国が優先になりがちな中ですねあの、まあ、いわゆる、ね、票を持ってる方々ではない少数の、えー、意見をですね、まあ、取り込むというところになりますので、まあ、あまりですね、まあ、もてだって語られていないところにはなるんでしょうけど、まあ、あの高橋氏がですねぶっこんできてくれたということですね。そししてて4月の19日でも同じような質疑をして いるんだとね、えー、こういうい質問の始まり方ですだから1ヶ月前に遡ってですね、まあ、そこから具体的にどういう対応になってるんですかと、えー、いうことを内閣,官房あの内閣副,官副官房に、えーとですね、あの質問を投げるという始まり方なわけですで磯崎氏内閣副官房の回答がこちらですね「特段の事情を判断することで人道,的人道上の配慮をしているんだと」と個別の事案ごとに配慮が必要な人は「 丁寧に説明を行っているところなんだというね。まあ、この言い回しもまたよく、あの、<laughs> あの、なんだ、表現しているなと思いますけど、まあ、丁寧に説明しているといえばね、別にその丁寧に説明した上で、 お断りをした、入国はできませんという案内をしたという文脈が成り立ちますから、まあこれは何も、まあルール上は改変はしていないということがですね、まあここからもなんとなく伺えるわけですけども、高橋議員がこう切り込むわけですね、全体で適切に周知を行うというね、答弁はあなたされましたよねと、それから、あのウェブサイトはあれから1ヶ月間更新されておりませんよと、 不安な人多いよということをね、あの、ま、ここで切り返すわけですけども、このウェブサイトというのが、ま、おそらくですね、特段の事情による入国について、これは今、あの、外務省のウェブサイトを見てますけど、これですね、ここの文脈になりますけども、これはね、法務省のウェブサイトにリンクがありますので、これ飛んでいきますと、最終更新日がどうでしょう 4月の8日という日付になっていますから特段の事情枠についてのですね公なこの開示についてはここ1ヶ月以上ですねこの変更がないんですよね。で親族だとかその、まあ、家族の訪問に対してはですねあの具体例として補足がありますけどもあの国際カップルだとか含めてねあの不安な方多いよと認められてるわけじゃないですからねこれ変わってないよということを高橋氏が、まあ、切り込んでいくわけです、ね。これと同 同時にあの高橋氏の今回の質問の内容として、まあ、良かったなと僕が感じた年齢、ね、データを用いて補足をしてきてくれているというのが非常に興味深いところです。ちょっとこれ掘り下げてご紹介をしますけどもあの資料をです、ね、いくつか提示をされておりましたまず1つ目が G7 諸国の水際対策がこうなってますよということですね。 はいえこちらのですね、まあ、表、まあ、ちょっと全部読み上げませんけども、あの諸外国はね、G7 諸外国は、あのーまあ、この知人訪問だとか含めてね、観光目的も含めて全部開けてるんだということを、ですねこの表であの示すわけですよ。で、6月以降、観光客を受け入れるんであれば、ですね、まあ、親族に加えて国際カップルのような知人の、ね、入国審査もね、あのーまあ 無限に制限をすべきではないと考えるというね、こういうあの切り返しをして、あ切り返しとか補足をしているわけですよね。で、これに対する磯崎氏のですね、あの回答がこちらです。内閣副官房からの回答ですよ。え3月から特段の事情を広げてビジネスですとか留学生受け入れ始めてるんだというですね。まあ、その冒頭の質問になったね、国際カップルだとかのまあ、知人方も含めたところどうなのというえ問いかけに対して、もうちょっとね。 返答が変わっちゃってるんですよね。個別の事案ごとに配慮が必要な人は丁寧に汲み取りながら人道的な事情がある人は適切に新規入国を認めていくというですね。まあこういう補足もつけながらということなんですけども、まあ6月以降の対応が本当に思いやられるというね、そういうところかと思います。で、高橋氏がこう切り込んでいくわけですね。親族、知人への制約を撤廃すべきと申し上げるには具体的な根拠があるんだということで、 ここからね、数字が出てくるので、まあ僕はね、この切り返しがこう結構好きなんですけども、あの、資料に。 出てくるわけです。こちらですね。皆さんにご紹介していきますけども、あの、こちらのですね、表、表とかグラフを用いまして、これは1日あたりの入国上限数に対する実績値のグラフですね。ちょっと拡大をしてみていきましょうか。こちらがですね、3月の時点では上限が5000人だったわけです。で、5000人に対して、まあ、若干ね、超えてるような日もあるんだけど、おおむねそこに収まってるわけですね。それ、4月になると、ここから7000人にアップしまして、まあ、3月の中旬から だから7000人になって、4月の10日からはこれは1万人にアップしたわけですね。どうでしょう？この赤いラインが？ あの、上限ラインということですけども、ま、4月は、あれか、7000に対しては、ちょっとオーバーしているようなタイミングもあったんだけども、平均して、あの、上限ギリギリまでね、張り付いているような運用をされていたんでしょう。え、それが4月の10日以降、1万人になった途端にですね、結構余裕が出てるように見えるんですよ。ま、時々超えちゃってる時あるんですよね。これ5月の初旬なんで、ゴールデンウィークはさすがにこれ超えちゃうよね、ということはあるんですけどもね、この1万人のボーダーラインを。なんですが、この平均 平均をするとですね1万人に満たないということがこのグラフからもわかるわけですよねこの赤いボーダーラインと下の余白がですね結局その上限に満たっていないといったねこのキャパシティをあのに対して余裕があるということを意味していますからこれちらについてですね あの、このグラフを見せながら、この現状1日あたりの平均入国者数というものは 1, 1万人の上限に達していないと。平日などは特に余裕がありますよというね、この切り返しをするわけですね。そして、こうも言うわけです。2019年コロナ前の親族訪問による短期滞在者1日あたりの平均数。 これ1500人ということなんですね。現在の入国者数っていうのが、あのー、まあ、ピーク時の、だからコロナパンデミックの前の、まあ、大体全体的にはやっぱ10分の1程度に今なっちゃってますからね。あのー、なので、ま、1日、えー、こういった方々がですね、まあ、入国受け入れたとしても、一気には来ないだろうと、まあ、150人程度の枠でね、枠というか、その、それぐらいの方々が来るという算段になりますから、今後仮にですね、上限が2万人にアップして、主に平日を中心にして2万人全然消化できないようなですね、ことが、 起きえるんであれば無限にねえこういった方をあの止めているばかりではおかしいだろうというですねまあ、こういう主張になってるわけですねえすでに2年以上も入国できない方々もいるという人道的な背景を無視してね今回その団体ツアーパッケージですか。 あのまあ、実証から始めるということ,、ね、ことにはなってますけどもこの観光客の方が優先されるようなことになれば当事者にさらなる失望を招くだけではなくて我が国の評価を一層低下せ、えー、させさせ、えー 一層低下せざるをを得なないいここととと深く懸念しますすよということなんですねむしろ親族や知人そして国際カップルは同性のカップルも含めて原則として入国を認めていくべきではありませんか返答くださいというですねこういった投げかけなわけです。でこれに対する内閣府幹部の、ね、磯崎氏の最後の答えがこちらでした。 まあ本当はもうちょっと言ってたんですけど、あの、カイツマで言うともうこういう、ういうあの、答えでしたね。これまでの状況を踏まえて適切に判断をさせていただきたいというふうに考えておりますというですね。まあちょっと回答には、あの、まあ明確にはね、ちょっとなってないというようなやりとりがありました。で、これに対しても、これ最後のコメント、高橋氏からの最後のコメントでした。現在メディアは、あの、観光客の再開しか注目をしていませんねと。で、それ自体はもちろんこう大事なことではあるんだけども、まあそうした議論 議論をすするんでであればですねまずは国際カップルを含む親族ですとか知人の入国をきちんと整理して緩和をしていくというのがですねあの我が国のあるべき姿なんじゃないですかというまあでもこの文脈を見るとねあの至極真っなあな主張というか、まあ、質疑を、ね、されているように僕は感じましたねあの全然乱暴な話をしてるわけではないのかなというふうに 感じられましたが皆さんは、ね、いかがお思いでしょうかということでまとめていきます。今日のまとめは非常に簡潔なものになっています。6月のレギュレーションは未発表ということになっていますからあの前回のねあのライブ配信動画で 5月に関しては、実証事業として、非常に限られたですね、団体観光客ですかね、の方々だけをこう受け入れる。5月というね区切り方ですけども、6月以降どうするかについては、明確な発表はまだありませんから、こちらにですね、少しでも、今回ね、こういう有意義な質疑があったものですので、皆さんにお伝えをしてますけども、こういったですね、 やり取りを経て、まあ、6月のレギュレーションがまあどう決まっていくんだろうかとねここに注目が集まるわけです。ということで、あのこういったあのお話を聞いてですね。まあ、どうしてもまあ不安になってしまうです。とか、なかなか自分たちのね。あの状況が。 まあ周囲もそうですしまあ日本のルールとしてもね理解がなかなかあのしてもらえないということがまああの特に本チャンネルで見られて見てくださっている方はあのまあそういう思いになってしまう方非常に多いんじゃないかなと思いますということでこの動画の最後では今できることをちょっと僕なりに考えましたのでお伝えをしてみたいと思います。そんんなな多くののののこととはできないんできいすけどもとりあえず高橋議員のアカウントにですね今回の質疑の一部 始終が載っていますので、こちらをですね、まあ、僕ちょっと今日かいつまんでね、ご紹介はしましたけど、あの全部載ってますので、ぜひ皆さんあの見てみてください。まあ、特にその。 まあ自分事としてもね、あまあ、これ直結してるよなんて方はぜひですね、これ見応えがある動画になっていますので、あの概要欄にリンクを貼っておきます。こちらが、えー、と5月の17日付の外交防衛委員会ですね。こちらの質疑の内容がアップされていました。で、これアップされている先が、この高橋氏の YouTube チャンネルがあるんですね。3つチャンネルと、えー、いうことですけども、上がっておりました。で、あのちょっとね、これ再生回数 なんか見るとまあ300前後とかのチャンネル、えー、規模になってますので是非ですねまあ,あのいろんなイシューをね抱えていら,いらっしゃるとは思うんですけどもまあちょっとその、えー、外交に関して、まあ、この,のねこの人的往来に関して言えばですね、えー、非常にまあ僕もですねあの興味深い質疑があの、まあ、こんな感じで行われてるなというふうな感想を持ちましたので是非ね この動画あの、概要欄にリンク貼ってある動画をぜひ皆さん再生していただいてですね、まあ、4桁ぐらいね、専制生とは言わずね、もうちょっとこう、あのね、周辺の動画よりも、やっぱり、えー、こういったね外国籍の方への配慮が、まあ、できるようなね、あのーまあ、日本という、まあ、そこに関連する。 なんだ話題については、まあ、重要性があるよということで、えー、ぜひ皆さんの、ね、手で再生数を上げてあげてくださいというか、まあこれあの気、気になる方はぜひね、これ再生をしてみてください。で、あと、まあ、いいねもしてあげるとあの、高橋氏自身もね、もちろんこの,この重要性を持って質疑をね、挑まれてるということでしょうから、あのーまあ、そこに付け加える形で、 添える形でですねやっぱりこう注目してるよというメッセージにもなるかと思います。でこの高橋議員はですね結構やっぱグローバル人材なんですよねあの経歴見させていただいたんですけどアンゴラにある日本大使館に所属をされたりだとかあとリオデジャネイロのこれ日本総領事館の副領事さんもねやられていたりだとかあとブラジル日本大使館のですね一等書記 一党書記官ですかこ、えー、こういったところだったたととろだりあは安倍元首相安倍さんが首相をやっている時にですね外遊をしていた時にポルトガル語の通訳官もされている、まあ、非常に誘導な方あだと思います。ちょっとね僕、存じ上げなかったので、えー、今回、ね、高橋氏が、えー、こういったですねあの質疑をされていたということで、まあ、非常にね、えーまあ、今後どうなっていくのかあの注目をしていきたいところかと思います。 はいということで、まあ、YouTube の動画はあの概要欄にリンクを貼らせてもらうのと、あと t w t t e r えこちらもですね、該当の,のねえ、こちらのツイートは、あの高橋議員の,あのアカウントでつぶやかれているものですので、こちらのツイートについても、あのリンクを貼っておきます。えー、とこ,こでね えーまあ、自分事としてこの話題やっぱ気になるよという方、えー、見守っているよという方についてはこのツイートにですね「まあ、いいね」を押してあげて、まあ、リツイートだとか押してあげると、まあ、いろんなあの議題を扱っている,、ねえー、いるでしょうから、まあ、その中でも、えー、こういったですねあの水際対策の緩和特に国際カップルを含むですね親族知人に対しての、まあ、今無限な あの規制がねずっとかかり続けてそれほっ,たらかほったらかされちゃってるというですねことに対する、ま、問題定義として、ま、見てるよというねそういった、ま、数字での,あのアピールにはなるかと思いますのでぜひですね、ま、本チャンネルも、あのー、いくばくかはね、えー、こういった、あのー、意思表示に <laughs> 意味があるんじゃないかということで、えー、ご紹介をさせてもらいましたあとはあの外務省のご意見箱についてもですねあのリンク貼っておきますのであの外務省の何だ 関係メンバーもね、あの、内閣の決定の中で携わりながらですね、日本のルールを決めていかれると、そしてそれを運用していくということになるでしょうから、ぜひですね、あの、外務省のご意見箱ね、あの、リンク貼ってあるところから、 あれですよこの5月17日の外交防衛委員会の高橋議員の質疑がグローバル社会における日本の姿勢として重要度が高いんじゃないでしょうかとねまあまあこういう旨の意見をしてあげるとですねまあよりその効果的なんじゃないかなというふうにまあ僕の方であの考えてみましたえというのが本動画で皆さんにね最後お伝えできることかと思います。 はいであとねなかなかやっぱりその、まあ、報道でフォーカスされていないような。 あの国会議員さんの、ね、やり取りなんかも含めると、もう情報が、ね、たくさんあったりだとかえ、ここにたどり着くのは大変だったりする中で、ですねこ今回については三木曜子さんのコメントでえ、こちらを知ることができました、いち早くですね5月17日のこの委員会が開かれた直後に、え僕の方もねこちらをあの気づくことができまして、皆さんにこういうふうに動画をあの撮ることができておりまますあの非常にに参考になりりしたありがとうございます。 はい、えー、ということで本日はですね6月からの入国ルールが未だあのだ、ね、発表はされていないという状況ではありますけどもそこであのど,どこまでのです、ね、ステップを踏んでこれるのかどうかですよね岸田政権の歩み方を見ると非常にグローバル社会の中では、まあ、心配に。 なってしまううというね、えーまあ、こういう見方せざるを得ないわけですけども、まあ、この中で、えー、巻き起こっていることについて、まあ、少しでも皆さんの参考になればと思いまして、えー、今日はこのあ、ね、内容を扱ってみました、えー、情報が役立ったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした